今週のキックオフ徳島は丸選手の相関図を作ろう。めちゃくちゃごまするやん。いるかどうかわかんないけどね。スタート位置が選手同士の意外なつながりが見えてきますよ。徳島サッカー応援番組キックオフ徳島。まずは先週日曜日に行われた大宮アルディージャとの試合の様子をどうぞ。ここ3試合負けなしと最下位ながら復調気配のボルティスはアウェーで19位の大宮と対戦。前半12分スルーパスに抜け出した森海斗からの折り返しに柿谷、ボルティスが先制します。21分には先制点をアシストした森が阿部からのロングフィードを受け強烈なミドル、点差を2点に広げます。背後が空いているっていうのを分かったんで、いいボールが来て、自信を持って右足を振り抜けたんで、それが良かったかなと思います。さらにエンドが変わった後半31分、森が胸で落とし柿谷へ、そして柿谷からパスを受けた森が右足一閃。森はこの日2ゴール1アシストの大活躍。柿谷さんといい関係で立ち位置取りながら試合を通してできたので、前って2点目試合を終わらせられるようなゴールを取ることができてよかったです。試合終盤に1点返されたものの3対1で快勝したボルティス、順位を2つ上げ最下位脱出です。今日本当に安定感を持って試合を運ぶことができたので、こういう試合をこれから続けていけるように、また自分のゴールでチームを勝たせるように、いい準備をしたいと思います。丸選手の相関図を作ろう。イエーイ。今回は内田選手と阿部選手に来ていただきました。よろしくお願いします。丸選手の相関図を作ろう。選手同士のつながりを深く知るために選手自ら相関図を作り発表してもらいます。まず阿部選手の相関図から作っていこうと思います。内田選手はちょっと立ち会い人としてよろしくお願いします。じゃあ阿部選手お願いします。果たしてどんな相関図が出来上がるのか。一番仲いい人からいきますか。いたこれがもう一番仲いい人。あ、でも同期でもあるんで、同い年の入団なんで、同い年だと杉森選手いますけど、杉森選手はなしで。あれ仲良しではないんですか。杉森選手は多分 こっち側に続きますね。あ、ちょっと遠いみたいな。横にしか広がらない。で、あとは後輩。後輩だとそうですね、下っ。でも運転もしてくれるし、飯誘ったらほな行こうかってちゃんと言ってくるし、絶対来るからこいつ暇人だから。え、それはあれですか、阿部選手がじゃあごちそうするんですか。いや、あ、悪いか。厳しいな。だから後輩とかだったら、でもこの辺とかはよく趣味が合う。何、ゴルフとか、あとは他のやつもあるんですけど、こいつは下っ端中の下っ端。あ、いや、一緒にじゃあ何か行った。いや、ない、行ったこともないです。クラブハウス内の下っ端です。下っ端誘おうとかはならないんですか。あ、ないんですか。あの、さらに年上です。あ、そうなんですか。これ年上です。じゃあ先輩で仲いいのは、仲いいって言っていいのか分かんないけど、最近はこの人ですね。神様、めちゃくちゃゴマするやん。見るかどうかも分かんないけどね。この人と大体あれ遠征行くときも一緒にずっといるんで。あ、そうなんですか。はい、でよくなんかご飯行ったりとか。はい、結構ある。なんか奥さんが来るまでは週3ぐらい、3、4ぐらい。めっちゃ、はい、好きな芸能人とかいますか。突発的な質問来たの。芸人さんでも女優さんでも何でも、もう、好きなのがアーティストだったらビッシュっていうのが好きで。え、もう箱推しですか。箱推しっすね。最初はアイナジェンドってのが好きで入ったんですけど、へー、知らない、ご存知ないですか。知らないっす。見てください、もう解散するんで。あ、そう、はい、ビッシュ好きな選手って他にいらっしゃらないですか。ああ、じゃあそのつながりも。俺が紹介してこいつがめっちゃ好き。あ、いいです。だからそれこそなんか
岸本武っていうエスパルスにいる人とも仲良くて、こいつもビッシュ好きなんで3人でライブ行ったりとか。ケノちゃん合わせてくれんのかな、書いたら。もうなんか書くだけ書いてみたら。じゃあこれが今好きなモデル、女優どこが好きですか。笑顔。基本的にバラエティ番組しか情報入ってこないですけど。俺一回仕事したことある。なんでだ入るのかよ。なんでなんで。昔広告代理店あ、広告代理店行った時にモデルとして一緒に仕事した。どうだった。どうだった。やかましい。尊敬してる、憧れとか、まあ、サッカー始めるきっかけになった選手。いや尊敬する人。ふざけんな。尊敬する人。はい、中村俊輔選手とかは高校の先輩でもあって、一回一緒にトレーニングさせてもらったんですけど、めっちゃ喋る人で、ほんといざ会って一緒にサッカーしたらめっちゃアドバイスもくれるし、すごい喋ってくれるし、自分のエピソードもめっちゃ言ってくれるんで、めっちゃ一緒にご飯も一緒に行ったんですけど、一緒にいて、一緒の空間にいてめっちゃ楽しい人でしたね。じゃあこのボルティスのチームの中でちょっとお付き合いするんだったら、マジで俺しかいないけどな。え、なんか理由はなんか人としてできてる人がおらんすよ、まず。俺ほどちゃんとしてる人がいないっすもん。自分でどんなところが優しい。自分で言っちゃうんですね、それは。包容力。きつ。口が裂けても言えよ、自分のことを包容力あるな、お前なんて。いや、包容力とかじゃないでしょ。ガツガツしてそう、女だったとしたら逆に。あ、ガッチャンガッチャンするとかさ。お互いに。きついな。チームの中で1日だけ入れ替われるとしたら誰と入れ替わりますか。明日1日入れ替われます。絶対サンデー。え、なんで入れ替われる。楽しそうだよ、お前。サンデー楽しそうっすよ。英語だって喋れるでしょ、だって。サッカーじゃ超つまんなそうだよ。サッカーもう2時間耐えます。つまんなそうなんですか。いや、一切喋んないんだ、あいつ。サッカー中は普段は喋る。普段の方が、だから普段はバーン喋る。でもサッカー中もあれですよ、身体能力多分バカバカさ。なんか1日だけじゃ入れ替わって、どんなこと、なんかやりたいこととかありますか。なんかこの人の1日を経験してみたいっていうのは。あ、どういう1日なんやろっていうのが。家狭みたいな。知らんけどね。家狭みたいな。いや、あるし綺麗かもしれないけどね。そうですね、はい、よくじゃあご飯行ってとか、プライベートとかでよくなんかおごってくれたり。この人ですね。この人とご飯行ってなくても、はい、あれなんですよ、多分同じ店におってこの人に見つかってしまったら、お金を払われてる。財布とか言って。あ、大丈夫ですか。財布。じゃあ阿部選手がこう、じゃあご馳走したりする。するわけないじゃん。ない。お金はやっぱみんな平等にしない。お金は、はい、彼女と言っても終わりかな。イートヨマリエちゃんと言っても終わり。終わりか。あ、いい。ビッシュのみんなさんと言っても、いや、それだけは終わります。そこはお疲れ様です。お疲れ様です。できる。お金払えばいいってわけじゃないから。まあ、そうですよね、そこは気持ちが大事ですよね、うん、お金じゃないですよね、うん、すごい。この人にはかなわないなって。何で探したの、逆に。だって、いや、もう今この二人で迷ってる。何でだよ。この人とは勝負したくないっていう、まず。何がだよ。戦いわからない、なんかもう私生活がなんかもうわけわかんなそう。いやいや、お前に言われたから。宇宙人だから分かる。お前だよ、こっちからしたら。宇宙人だから分かる。お前。俺顔はもうわけわからない。お前で言われたかね。一番付き合いたくないです。付き合い。どうですか。こちら側も願いされた。やっと出ました。出さなくていいけど。やっと出ました。出さないでいただきたかったけど。ちなみに、はい、内田選手はなんかその宇宙人っぽいエピソードなんかあるんですか。何考えてるか分かんない。お前の方がどっちかって。何を、なんでそんなことすんのみたいな。俺の方が逆だけど。逆。まあそれこそ、ね、まあ、私生活とか見てて、みたいな。変わってんなみたいなありますよ、多々。やっぱり、よく言われる方なんで、このこっちの方が。変わってるんですか。
自覚はある、はい、あ、そう、自覚が自覚というかな、言われるもんな、人と一緒がやってぶっ飛んでるって言われる。なんで嫌なんですか。同じって嫌じゃないですか、やっぱ異なりたいじゃないですか。異なりたい。だから全員が俺宇宙人みたいになってますけど、宇宙人なんで全員が宇宙人なんですよ。関わっている人は。じゃあここのスタート位置がもう宇宙人ここが宇宙人だから全部宇宙人。入りました、宇宙人。あ、神様か。相関図どうでしたか。まあこんなもんだよな、正直。よく出たんじゃないですか。誰かやったんですかこれ。いや、初めてです。初です。マジ。俺特攻隊長なんでボルティスの特攻隊長なんで、だいたいセキララに言ったつもりですし、嘘は一個もないです。縛り方、真実、真実を。続いて内田選手の相関図を作っていきます。続いて内田選手の相関図を作っていきたいと思います。で、立ち合い人に次は阿部選手、はい、お願いします。お願いします。これ俺の置くんだっけ最初。はい、はい、真ん中に置いていただいて。次週、内田選手の相関図を作ろう。一人で買い物しててオカマみたいにカゴ持ってたっていう。こうやってね、こうやって持ってて。さらに衝撃の事実が発覚。私 50m でした。ポケモンや。中学生の、ポケモン、中学生